回展示させていただいたところのオーナーさんが3年前に大阪のトークイベントにいらっしゃって、それがきっかけなんですけど、まあでもそこで会ったからってすぐに個展の話が決まるとかではなくって、なんかこう自分でこじ開けてみたいなって思ったのが、まあ、今までその欧米とかで展示してたのもありがたいけどオファーだったので、なんかそれもちょっとフラストレーションだったりしたんですね。企画展とかだとあのアーティストが全くお金を出さずにこう展示もできるんですけど、大概の場合が出展費だったりとか、まあ、運営費みたいなものを、まあ、数万円ですけど求められてやるっていうのが主流で、なんかそれもちょっと腑に落ちない部分もあって、なんかこう自分で入っていって自分で交渉して自分で個展までこぎつけようっていうのが一個目標になってて、台湾のそのオーナーさんと会った時にすごく面白いし、こう場所もすごく人気があるので、そこで個展ができるようにちょっと動いてみようっていうのが始まりです。場所は台北の、まあ、中山っていう一番栄えてるところなんですけど、そこにある田園城址風格書店っていう、まあ、書店なんですけど、こう出版もやっていたり、今ちょっとなくなっちゃったんですけど昔はカフェも入ってて、台湾では結構そういうスタイルのギャラリーが主流で、まあ、その主流なんですけど、それが主流になったきっかけの場所でもあります。火付け役になった場所ですね。苦労は本当に苦労しましたね。あのやっぱり時期が時期だったので、最初の頃はまだそのお客さんが少ないですよとかそういう話だったんですけど、 もっとこういよいよ中止になるなとか行かない方がいいなと、みんなのために行かない方がいいなっていう話に変わってきて、普段はその作品を作る生みの苦しみだとかそういうものだけで精一杯なのに、それプラスその部分の苦労が入ってきてしまって、最後の2週間ぐらいは本当に気のめいるやり取りばっかりしてましたね。こう渡航の2日前ぐらいに、もしかしたらもう台湾も日本人の入国を拒否するかもしれないっていうニュースがこう台湾側から来てしまって、でももう話進めてるしやる方向で行ってるし、さすがにあと2日で全部中止にしてっていうのができなくて、その時はもう本当に苦しかったですね。3月14日から3月29日までですね。渡航したのが12日で、まあ搬入とかをし終わった後、14日と15日は、ワークショップを企画してたので、2日間はもうしっかり在廊してました。シルクスクリーンのワークショップしました。今回グッズで T シャツとアパレル品を作ったんですけど、それを買っていただいたら私が用意した図案を自由に選んでいただいて、こう刷ることができる、プリントすることができるっていうイベントです。やっていただいたお客さんはすごい喜んでくださって、一人の女の子が生きててよかったって言ってくれたことがもう本当に嬉しかったですね。最後までそのワークショップもできるかできないかってギリギリまで分からなかったので、もうやれてよかったです。台湾は抑え込みに成功してて、多分今でも感染者40人ぐらいとかだと思うので、でもただすごい意識が高くてやっぱり出歩いてる人は少ないっていうのは、まあ、向かい風にはなってしまったんですけど、でもいつもと変わらずみんな仲良くなんか優しく接してくれました。パーティーはそもそも企画してなくて、その代わりにワークショップだったんですけど、タイトルが、ヒューマンっていうタイトルなんですけど、ヒューマンの間の3文字が大文字になっていて、ユーマ、未確認生物になってるんですけど、その人間の未確認部分っていうのをテーマに書いています。大きく分けて2つカテゴリー分けしてるんですけど、1つがルミナスインクを使った作品で、あれは、無色透明でこう明るいところでははっきりとは見えないインクなんですけど、それにブラックライトを
当てるとこう光って描いてる図案が浮かび上がるっていうものなんですけど、現代社会生きてて自分が思うこととかを描きたいっていうのが常にあるんですけど、見えにくいものが見えやすくなったなっていうのがあって、例えばまあ SNS の出現が一番大きいと思うんですけど、 SNS とかで誹謗中傷をする人とかも、そもそも人間がもともと持ち合わせた部分が SNS によってより濃くあぶり出されてるだけで、悪口を言うとか不平不満を言うっていうのはそもそものことだと思うんですよね。まあ、その逆もしかりで、誰かのことをすごく深く思ったりっていう慈悲深さだったりとか、そういう今までなんか近しい人間だけでしか見えてなかったり、例えば文句とかもテレビに向かって言うレベルだったものがすごく見えてきてる、良くも悪くも見えてるっていうことを感じてて、それをルミナスインクで表現しています。あともう一つ、今回一番そのメインテーマに、まあメインアイコンにしてるのがこう心臓と脳みそなんですけど、人とは何ぞやって考えた時に動物との違いとかこう AI の違いを考えていった時に、人ってまあすごい陳腐でも分かりきってることなんですけど、前頭前野が大きいんですよね、人の脳みそって。じゃあ前頭前野は何をするところなのかっていうと、こう好きとか嫌いっていう単純な感情だけではなくって、もっとこう複雑な感情を処理して、まあ、処理する部分、それがすごく人っぽいなと思ったんですね。実際に動物とかって前頭前野もっと小さくって、好きとか嫌いとか危険とか安心とか、そういうあの簡単な感情しかないですけど、なんかそれがすごく人のシンボル的な部分だなっていうので、こうロジックとエモーションを天秤にかけてバランスをとっていることが人間そのものだなと思って、感情はまあ心臓で表してるんですけど、本当のことを言えば脳みそなんですよね。でもなんで昔から心臓を指してこう心って言ったり、英語圏とかでも何か傷ついた時にハートを指してブロークンって言ったりするんだろうと思ったら、心臓はストレスだとか感情ですよね、悲しみとかを伝達して表現する部分だと思うんですよ。例えばなんかこう嬉しい時とかは鼓動が高くなるし、悲しいとかストレスとかは心臓病のリスクをすごい跳ね上げるんですよね。すごくその脳みそで作られた感情だとしても、それを密接に受け継いで表現してる部分、実際に脳と心臓がどちらかでも停止してしまったら人は死ぬし、目がなくても鼻がなくても人は人だし、足がなくても手がなくても、なので人間って何だろうねと思った時に、脳みそと心臓にもう凝縮されているなと思って、描いた人たちみんな顔が見えないんですけど、誰か特定の人を描きたいわけではなくって、あれは私の中で抽象画なんですね。で、覆ってる部分がいろんな形してるんですけど、全て心臓とか脳みそからインスピレーションを受けた形になっています。それは、はい、大正解です。はい、ついつい人のことをばっかり気になりますね。すっごく見ちゃいます、人のこと。あと多分感じ取る力もちょっと強いかなとは思いますね。人の本当にちょっとした仕草とか機微とかに過剰に読み取ろうとします。小さい時はそれで結構傷ついたりとか辛いこともあったんですけど、割といいことよりかもちょっと嫌だなみたいな部分がよく見えやすかったので、しんどいのはしんどいんですけど、でもしんどいからこそ作品に昇華してる部分はあると思いますね。あんまり土地に執着しないです、私。本当どこでもいいんですよ。
だから海外行くのも好きだし、同じとこにじっとしてるのも好きじゃなくて、なんか時折私のことを誰も知らないところに行きたいってよく思うんですよね。だからあんまり土地とかに執着がないです。そんなに上手ではないので答えられるかな。なんか一個でも自分と相性いいものがあればなんかやったらいいかなと思います。私はでもノートかもしれないですね。本当は喋ったりこう文章を書いたりって言語化をすることがすごい苦手なんですよ。現代アート作家はもう言語化しないとやっていけないっていうのが分かったので、結構あれ自分のプラクティスですね。練習も兼ねてます。どうやったらなれる？誰でもなれると思います。ライセンスを取らないとなれないとかっていう職業ではないので、名乗ったらなれるし、何か物作って展示したらなれるんですけど、だからこそすっごくその美学とか美意識みたいなものって求められるので、なんかもう作品作るだけではなくって生き方そのものまでジャッジされてるような気分にはなりますね。何十年先とかを考えるのが苦手で、なんか苦しくなってきちゃうんですよ。車の運転と一緒で、ほんのちょっと先を見てるのが一番ちょうどいいかなと思ってるので、あんまりなんか長い先のこと考えずに1年後とか2年後ぐらいを、まあ、目処には考えてますね。今自分がやってることとかがちょっとずつ、まあ、さっき言ったちょっと憧れるような人とかの目に留まり始めてるんですね。なので今まで自分がやってこれなかったこうちょっと緊張するような仕事とかもできるようになるんじゃないかっていうことを今考えてて、それがこの1年2年ぐらいかなと思ってます。土地に対しての執着がないので、別にどこへでもっていう、もちろんね、なんかその土地土地に行ってバラ色に見てたものが全然違うとかっていうのはあると思うんですけど、でもまあそれも楽しめるかなとは思います。ありがとうございます。